どうも、高野清です。体道場ラフ整骨院清の代表をやってます。治療家として整骨院しながらも、スポーツトレーナーとしてスポーツの現場で運動指導などさせてもらってます。はい、で今日なんですけれども、この間てか最近多いんですけれども、スポーツの現場な小学生とかですかね、特に多いですけれども、まあ、キネシオテープがメインですけど、テーピングバリバリで、試合とか練習とかしてるのをちょっと見かけるので、それどうかなっていうふうに思ってるっていうお話ですね。テーピング、いいんですけど、テーピングしなきゃできないような状態だったらやらない方がいいんじゃないですかねっていうふうに私は思ってます。まあ、当然ながら大会がありますとか、目標としてる大会があって、でそこに、まあ、ちょっと手を入れれば、サポートテーピングとかでサポートすればできるとかだったら、まあ、当然ありな判断だとは思うんですけど、ただただ練習するのにテーピングするってどうなのかなとか、まあ本当にね、補助できるぐらいでやればいいんですけど、もうベタベタ張ってるのを見ると、これは一体何のためにと思っちゃうんですよね。で、ガチガチに固めて練習するのは何の練習になるのかなと思うんですよね。結局うまく動けない、痛くてダメだってなのに、うまくなるのかな、技術的なところで良くなるのかなっていうのは甚だ疑問ですよね。なので、できるだけその状態をサポートできるだけぐらいにテーピングが留めた方がいいんじゃないかな。まあ、大会の時はね、どうしてもやらなきゃいけないこともあるとは、思うんですけどね。その、まあ、当然骨折れたらダメですけどね。やれるやれないの判断は当然しなきゃいけないんですけど、そういうところが出てくると思います。僕は思うんですけど、何がどうなって、痛くなってるとか、テーピングすればできるとか判断が伴ってなくて、ただテーピングしてくれっていう風なイメージが僕にはあるんですね。それはちょっと危険だなと思います。テーピングを信じすぎるのも良くないし、あんなんサポートするって言ったってそんなにね、パワーがあるわけでもなんでもないですし、で例えば足首の、まあ、ホワイトでやるようなロックで、ロックするような、可動域制限をするようなテーピングでも、まあ、動けば30分1時間をすればもう相当緩くなるし、制限力なくなってくるんですよね。となると、まあ、無茶をすることになるし、どうなのかなと思いますし、もうすぐととかで膝とかね、もものあたりとかテーピングをしてる子たちもよく見るけど、膝痛いんですよとか言ってやってるけど、まあ、もうベーシそういうことではないと思うんですよね。テーピングでなんとかなるんだったら、まず痛くなってねえからというふうに思っちゃうので、ベタ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 貼っててどうなのかなっていうふうに私は思います。はい、そこまでしてやりたいのかなとか、まあ、痛みそんなベタベタって貼らなきゃいけないぐらい痛いんだったら絶対他にやることあるよねって思っちゃうので、僕はどっちかというと否定派です。テーピング貼らないわけじゃないし、できないことはないんだけど、ちゃんとその TPO をわきまえるというか、何でもかんでもテープしてやりなじゃなくて、その人の人生、今の状況等々鑑みて、判断すべきかなと思います。まあ、どっちにしろテーピングベタベタ貼りまくるのは正直効果がないと思ってるんで、まあ、固定系ならいいですけど、キネシオでなんかこういろんな方向から入ってきてるっていうのは僕的にはナンセンスだなと思ってるので、その辺は、どっちかというとどうかなと思います。はい、なので、テーピングとかどうなのかな、テーピングすれば練習できるのかなみたいな人であれば、ぜひご相談いただきたいですよね。減らしていくっていうか、まあ、サポートする程度でできるんだったらやったって全然いいと思うんですね。1本2本やって方向性をつけてっていうことだったら全然問題ないと思うんですけど、すっごい張ってる人はちょっと
注意した方がいいかなと思います。特にキネシオで、あのエラスティコンとか、そういうもので内側側副靭帯の MCL 損傷のサポートするとかだったら、まあ膝で痛めてだったらそれは仕方がない、ラグビー選手とかはやるのはすごくわかるんだけど、なんかこうオスグッドでなんかなのにキネシオが至る方向から来てますみたいなのはどうかなと思います。はい、まあ、否定するわけじゃないけど僕は違うって考え方ってことですね。はい、ちょっとあのもしそこに疑問がある、やったけど痛みそんな引くわけないと思ってるので、あのもしそこで疑問を感じる方がいればご相談いただければいいかなと思ってます。はい、そんな感じでした。はい、なんか否定してるみたいですね。なんかそういうわけではないんですが、あそういう考え方があるんだろうとは思いますが、私はそういう考えではないよというだけでした。はい、以上です。はい、なんか参考になったなと思ったら、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いしますし、あのもしご相談あれば、直接のご相談でも全然構いませんし、コメント欄に質問していただいても構いません。ぜひやってみてください。それでは今日はここまでになります。それではまた。